あれ？あら。Show yourself. あら。バカめ。バカめ。おっそすシェイムレガシー、こちらのゲームをプレイしてみようと思います。マイクロペーサーどうぞよろしく。ということで、こちらのゲーム2023年5月発売となったゲームでございます。シェイムレガシーは廃れた19世紀のカルタブラを舞台にした一人称視点のサバイバルホラーということで、ホラーゲームでございます。ちょっとやべえ雰囲気がいきなりタイトル画面から出ておりますが、どんな感じなのか早速やってまいりましょう。ニューゲーム。おい、うるせえないきなり。今行くよ。空見てんのかこれは。これが私ですね。いきなりなんかわからんけど怪我してる感じ。手ボロボロ、爪きたな。怪我してんのかな。しましまの服のわけないもんな。いきなりのボロボロです。ウィリアム、また発作に襲われた。動けます。映像綺麗です。どこだい、あっちの燃えてるところ行ったらいいかな。雨すごい降ってるよ。うち行くよ。絶対通れへんと思うけど。通れるわけないわな。他のルートはあっちだね。ダッシュとかは、ダッシュとかしゃがむとかまだなんもないね。行きます。まだなんも、何の足音今の。俺の足音。There's a village nearby. 近くに村がある。でもゲーム説明ではカルト村って言ってたよ。この明かりは、このランタンは、ゲットは持ってき。これどっかで使えそうやから。なんか足音せえへん。俺の足音。そういうのやめよう。こっち行けるね。なんかほら、なんか足音するもん。自分のなのかよくわからん。でもってこっちは、いけんのか。じゃああっちだね。行くよ。行ってやるよ。お天気悪々ですよ。ここは地下保管庫。
絶対間違ってる気がするんやけど。は？え？飛び越えるとかじゃないの？地下保管庫。こっち。すげえランタンいっぱい置いてあるけど。え、ああ。は。は。は、う。はう。はうはう。おい。倒れました。ああ、誰かいる。おはようございます。うん。あ。持ってかれ。あ。神父か、そんな感じ？どちらどうした？夜にサングラスかけるタイプかな。ん？疫病のように。ん？自分にとってもこの村にとっても。あ、子供たちを導くのは父親の役目。やっぱ神父やなこの人。一人が言うことを聞かなければ父親はその子に罰を与えなければならない。あ、何年経ってもあなたは結局あの怖がりの子供、父親。何言ってんですか。あ、うん、さっきの方がなんかめっちゃ怪我してなかった。手がもっと血だらけやったような気がしたけど。あ、幻覚ですか？っていうか雨止みました。やったぜ。すごいぶら下げ方。あ、これはウェイクフィールドビレッジ。ウェイクフィールドビレッジ、ウェイクフィールド村。ああ。何の音よ。ダッシュとかはまだでもないんやな。結構広いマップ？そうでもないよね。行けぬ。何かしら道が塞がれとるな。ああ。こっちだね。じゃあ何よ。もう一個だけあそこランタンついてへんやけどな。弱ーく弱ーくしか光ってへんのあるけど。行くぜ。うっ空恐ろしくなってきた。明らかに誰か叫んでた。ウェイクフィールドビレッジとスミスカープエントリー。スミスカープエントリーに行くみたい今から。お、シャガムがやっと来た。はい。で、へい。I know this place. 見覚えがある場所。 God, my memory is hazy. マジ？お、なんでこういうのは取れたりはせんね。おトイレだ。奥になんかうっすら日が見えてるけど。ああ、隠れるってある。あっ、けんの子。ああ、ボトンメニューちゃうのここ。え、動くとの覗き見る。何それ。あ、ちょっとチラって開けれるっていうか手こわ。俺自身の抵抗は、ボットンかどうか確かめる術はない。チラチラその開け方怖いな。へえ、隠
くれる要素、なんかちょっとずどうしておいです。はめちゃ叫んでる。この隙間に隠れる、はい、入れぬさっ、しゃがみがちょっぴりじゃない、やばそう、カルト村やばそう。入れへんね、入れない。はあ、はあ、なんか押せるね。取ってつかむで乗り物動かす。一輪車視点やから、もうちょっと周り見ながら押しなさいな。よし大丈夫ね、後ろ異常なし。何ここ、向こうもまたなんか燃えて、あ男が女を死ぬまで拷問している。あはは、ほうほう、やめなさーい。マジ？ちょっと待って、こっちは？この小屋は何よ？なんか武器ないの？武器ほら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 、ナタみたいなのあるやん。ほらほら、シャベルとかさ、ほら持ってきなさいな。わあ、あったね、こんなんね。どこでどこであったって言ってんの俺？なんか高校の技術室とかで見たかも。それは多分そう。何言うてんやろ。行こう。こっち。さすがに小屋から変な、まだ出てこへんやろ。まだ早いよね。まだ大丈夫と信じてるよ。あれは何？というか、いろんなところでいろんな人が叫んでるけど、こっち行けぬ。え、これ本物ちゃうよね。ああ、股間しっかり隠すタイプ。首あたりの筋肉だけなんかちょっと、あら、拾ったらそれさすがにさ、は、悲惨だが難民は何が待ち構えているか全く理解していない。難民、行方不明になる彼らを目撃したことがあり、それは偶然ではない。ウェイクフィールドではだんだんと妙なことが起こりつつある。肉屋のジャックと話したが、ピーター、どうでもよくないか、家があり家族に与える食事があればいいだろうと。皆がそう言ってたとしても私はいいとは思わない。ウェイクフィールドは呪われた街のような気がし始めている。ちゃんと聞き取れたか定かではないが、大工のところに注文しに行った時、男らが生贄の儀式についてひそひそと話しているのを耳にした。私の家族に何かあったらどうしよう。収拾がつかないようなことになってきている。常時新聞に相談に行こう。ピーターパーク。常時新聞ってあれかな、さっきのかな、なんか書いてる。 May God help your soul。 意外と近づける。ここは多分ついてない。やべえな、やべえ街だよ。で、またこれ入れるやつ怖いわ。入るとき意外と怖いのよな。チラ手きたな、あ、爪きたな。それを見て、まだでも
隠れる必要はなさそうやけど、大工がどうたらとかなんか言うとるけど、こっちまだでもなんもないよね。これさっきのところの裏側に来てるだけ。いきなりの死体ですけど、虫たかられてましたよ。うっ、ロージー、びっくりした。走る。 What am I saying? That's my daughter's name. ロージー、自分は何を言ってるんだ。お、走れるようになったけど、自分の娘がもしかしたらみたいな。うわ、めっちゃ燃えてる。ささ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 、さ、どうした？お肉。あ。死んでた。おい。追いつかれとるやっけ。おいおい。いきなりの。思ってたのと違う。やべえの来てる。で、しっかり、しっかり走って。走れ走れ。走れ走れ。で、はい。で、で、ここしゃがんで、しゃがんで、立ち上がって。次は、次は。さっきのルートやってるよね。振り返ったりしたから、追いつかれただけよね。はい、はい。ハウハウってある。新しいの出てるやんけ、コマンド。そういうことか。はいはいはい。あ、ちょっとやばいやばいやばい。そうそうそう、なんてなんてなんて。急げ急げ急げ。やだ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 。はあ、はあ、来てない、まだ来てない。よし、バカめ。あいつは四つん這いが、四つん這いが苦手。なんかなんか声してる。あ、前前、助けてください。目の前で、は、あ、そんなにでも思ってたより落下してない。おい、許さんぞあのおばはん。は、あんなのから逃げなきゃいけないのかい。いやでもあのオーバーハンもちょっとやばそうやぞ。ハウってあったぞ。しゃがむと、おいおい、あ、まずは怪物、次はイカれた女。一体何が起こっているんだ。だな、やっぱイカれた女よな。ここもう一回登ったりはもう無理だね。こっち、やべ、地下倉庫じゃなくてちゃんと登るになってる。よかった。おいおい、あーなんかいるよ、ゾンビみたいなのいるよ。あ、棚歩き、下をちょっと見ながら、キャンプしてんのかな。どこか悪いのかって。
おいおい、おい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 、こんにちは。次は降りて。ああ、近くなったけど、あのマークがなんかあるんかな。意外と声でかいですね。こっち、さささささ、ダッシュしたら音バレしたりとかすんのかな。音がまあまあいい雰囲気出してはるけど、わ、いっぱいいる。彼はそこにいなかった。なんか喋ってる。捕まえてやる。一人こっち向いてんね、めっちゃ。あら、さささささ、あっち行かなあかんとかないよね。川の向こうよね。わあ、でも渡らなあかんっぽいやん。やだ、後ろ怖い。なんで、さささささ、こういうとこは登れへんよね。こっちはね、さささささっと、あー、しゃがみっと行くぞ。まだ行くぞ。まっすぐだな。あれ、この感じでもあいつらのところ行ってまへん。あ、なんか左下に出たよ。何今のマーク、何そのマーク。ん、村人は視覚と、あ、やっぱ音あるんや。聴覚であなたを認識します。音には3段階、早く動くとより大きい音。そういうことね。お、音、いや、音とって言われてもさ、さささささささ、嘘。え、そこいるよね。ちら、向こう向いて。あれ、動かないタイプ。こっちは意外と視力悪い、あんまり見えないタイプ。めっちゃいるけど、こっち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 、大丈夫よね。ステル、わあ、いっぱいいるやん。ステルスキルとか、捨てる。ああ、ステルスキルとかないのね。はあはあはあ、ちょっとフランケンシュタイン的な。一発で死ぬや。即死なんや。頑張れよ主人公、もうちょっと後ろからドンとかやりなさいな。で、はい、音ね。ささ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 さ、これぐらいなら全然大丈夫ってことだよね。さ、さ、ある程度近づいたらなんかちょっと音がみたいな感じで振り返りようと思うな。大丈夫、全然大丈夫と信じている。行くぞ、私は行くぞ。ささ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 さ、さ、ああ、向こう向いてる、バカめ。で、おい、先にこっちが発見せるのやばいよな、ほんまな。で、ああ、嘘嘘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 、ああ、やだやだ、ああ、まあ
ちょっともうまたごめんごめんごめんおい、意外と視力良かったやんけあいつ。全員視力が低いわけじゃないのね。ってことは、あれ？あれおらへん。あれ？ここじゃなかったっけ？あ、いるやん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 。バカバカバカ。バカ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 。しっかりしゃがんで。あれ？めっちゃ向こうで。さっきと動き違うくない？あいつ。何じゃん、あいつ。え？あ、来るよね。ちょっと待って。え？逃げられると思ってるのか？思ってる。あ、チラッチラッ。隠れるってあった、ボトン便所的なの。ないよな、この辺な。チラリ。彼の恐怖を感じる。こいつを振り返る。いやでもそこで振り返られたら、あー、ボットメンジあるやん。そこ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 、あいつが来る。振り返る前に、振り返る前に、はい。バレへんそれで。え、そこ通るの見えるかな。あ、通ってる。あれ？あら？ Show yourself. あら？バカめ。バカめ。逃げれる。よし。あぶねえ。で？もうなんかいろんな道具持ってきなさいな。あれ？どっちや？こっちもなんかあるよね。へえ。やだ。広い。嘘。こっち行き止まり。よかった。こっちやね。降りたらもう帰れないと思うけど。登れ、これぐらい。で、なんか炭鉱。うっ、ちょちょちょ、そう、やめて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 。おばちゃん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 、ごめん。もう、どうしよう、どうしよう。おばちゃん大丈夫？おば。はい、来るー。はい、来るよねー。どこ、ここ、ふん。おばちゃんもう来たー。あ、パンチ。あ、キック、あ、ごめん。俺もー。おばちゃんは？おばちゃん。おばちゃん急に来たやん。あれ？こっちはまだちゃんとパンツ履いてる。けどなんかみんなハゲてるで、なんか死んでるやつ。なんかあんのか？え、さっきのおばちゃんは？俺はどう落ちて？とりあえずこっち？いや、もう急におばちゃん出てきたやん。もうまた、お前はちゃんとパンツ履かされてるね。最初のやつだけはね、めっちゃ骨あるー。シャレ神戸いっぱいー。で、ゆっくり進んでも急にまた、おばちゃんでしたー。
This damn place. おばちゃん、お前が襲ってきたからやで。おばちゃんまだハゲてないし、服もちゃんと着てるけど。お亡くなりです。死体いっぱい、死体いっぱいでございます。でも基本的にみんなパンツはちゃんと履いてます。安心してください。で、暗い炭鉱、なんでこんなところにあんな普通の服を着たおばちゃんが。おばちゃんがなんで炭鉱担当やったのな。ああ、こっち。ここは登れる。この場所知っている気がするって言ってるね。蜘蛛の巣、えぐ。こんな場所知ってんのかいな。うん、来た、また。うん、うん、痛いのは嫌。記憶からの音。ウィリアム、助けて、助けて。ん？ウィリアム、助けて、助けてって言ってたから。叫んでたのは、ウィリアムに対して言ってるってことじゃないの？えぐーい。骨っこ。いや、ちょっとなんかまだシャウトしてんの聞こえんで。あ、なんか拾える、杖。ケイン、It's mine. 私の、I'm sure of it. 杖の一部が欠けています。杖手に入れた。俺は誰？いい感じの杖やったな。でもな、先っぽ光っててな。あんなん子供の時に手に入れたらめっちゃ使ってる気がする。あ、開けれる。あ、武器じゃないな。あ叫んではるわ。わしのメダル。あ、これを、ん、ん、思ってたよりちっちゃー。つけた。で、わあ、あー、ちゃんと持ってるやん、杖。これを使ったりはまだできぬ？あそこにはめるんやろうけど、待ちな。ここも開かない。開かへんのばっかりやけど、一部開いたよね。なんか書いてるわけではないのか。特定のアイテムが必要です。それがじゃあこれかい。ほれ、ガチャコン。ん？なやこれ。異物の装置を回す。くるっと。ちょっと待って、どっかが開いたんか、これで。これはさすがにぐるぐるやから無理やろ。あ、開けれる。どういう原理、どういう原理。めちゃめちゃすごい機能。あ、またこのマークや。ちょっと叫び声やめて。の、登る。あ、それでそっち側入れんのね。ほら、こんなん持ってきなさいな。もう。これで、うわ、登れるけど、なんかあるんやんな。友情。ほ。なんか取った。マッチ箱。ちょっと、叫び声。叫び声。もう。誰が何、ずっと拷問させられてんの。マッチ箱の表示がずっと残ってるね、右下に。
なんかつけんにゃな、じゃあ。これでいい？次が？もう一丁。火。あれ？あれ、回せない。あれ、そっち回したら元に戻んで。ああ、回った。これで？次、また多分どっかが。もう、ロック。ああ、ほら、開けれる。開けてどうすんね、でも。え？ああ、箱。拾う。奴らを尾行して3日目の夜。すべてを日記に記してある。奴らは血で何らかの記号を塗っている。さっきのやつかな。さまざまな邪悪な愚行をやっている。神に祈りを捧げていないことがわかる。私の日記を見つけて私の姿が見当たらなかった場合、逃げろ。この村からできるだけ遠くへ逃げるんだ。私たちは戦争を避けるために最北まで移住した。ウェイクフィールドが難民に避難所を提供していると聞いたとき、出来すぎた話だと気づくべきだった。ウェイクフィールドは何かがおかしい。奴らはジョンが金と馬を盗んで逃げたと言っている。だが兄が私に一言も言わず逃げるなんてことがあるか。彼が失踪した前夜は一緒に飲んでいた。あれだけ酔っ払った者は普通翌日仕事にも行けないだろう。ましてや逃亡だなんて。奴らは何か大事を隠している。そして私がそれを何か探し出してやる。ジョンは決して逃げて家族を見捨てるようなことはしない。ジャック・ノルマン。ジョンっていうお兄ちゃんがいたみたいな、そんなお話と、そんだけをね、これに火つけたりとかもないし、めちゃめちゃ骨踏んでるけど、もうそこは全然気にしない主人公。ここがまだロックなのよな。ここもか。あ、ここも開けれる。花間で、蜘蛛の巣。うえー。蜘蛛の巣に火つけたりとかも。あ？あ、ここなんも。ここなんもないな。この辺触れねえし。これで一通り開いたんじゃない？あれ？でもマッチだけ持ってるな、俺。開いてないのはここか。あら。何がダメだ。あ？ついてるもんね、いろいろね。あ、ここまたロックされちゃうんだね。ってことはこれを、これ以上回らないでしょ。左回らない。やから右か左しかないのよね。でも右に回すとここが開かなくなって、開かないでしょ。ここも開かない。あ、右側が全部開くってことか。でも、マッチを使える場所がないよね。特定のアイテムが必要です。鍵やんな。ん？マッチを使う場所なんてなんかあったか？え？戻るなんてことはないでしょ。さすがに。どっかでマッチが使えるはず。で、これは2段階しか多分ないから、左にして。あはん。左のどっかでマッチを使う場所が、というか、ここだけ開いてないんやな、やっぱな。すいません、もう一度失礼します。こっから隣の部屋に行けないですよね。ごめんなさい。ここだけなんも。手に入れられるもんがなかったのが気になんやけど、しゃがむ。いや、
あ、あーなんかあるやん。何これ、使う。ああ蜘蛛の巣燃やした。鍵、よかった。これでまずはこっちじゃないの。違いました。じゃあここだけロックされたまんまやな。すげえ気になるけど、何もないってことでよろしいですか。よろしいですね。いきますよ私。は、開ける、そしてまた死体がいっぱいある、声がする。あ、いるわ。あら、こんにちは。ああ、嘘。あ、場合によりウィリアムは村人に対し杖を使い自己防衛。やったぜ。防御を成功させるにはアイコンを大きな円に動かし、成功するまで表示されたボタンをタップし続けてください。複数回行うと画面にボタンが2つ表示されます。同時にこれらのボタンを長押しするとウィリアムは敵を横へ退けて逃げることができます。結構むずそう。円とか言ってたけど、円、あ、こうで、こう、うん、LB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  で、あ、こっち、にらめっこ、にらめっこめっちゃ続いてるけど、歯並びいいな、あれなんで連打せなあかんかったんかな。押し続けてっつってたから、押し続けたけど、おい、やってくれたな。もうお前んとこにはいかん。わしはこっちから探検する。いけない、あ、いけない、行かなきゃいけない。死体、あ、あ、さ、行けへん、ダッシュできへん。さ、今度こそ、しゃ、来いや。正しい箇所を見つける。何それ、あった、正しい箇所、ここ正しい箇所。むず、それむず、いや、むずい。え、なんやね、正しい箇所って。ここらへんで、 LB、で、あ、いけた、あ、よし、で、連打でしょ、どうせ。どこ、ここ、狭い、それはむずい。やめて、まだ死にたくない。あ、そう、そんなむずない。それむずない。なんとかならんのかい。突破したら、なんとかして、な、おい、勝負だ、この野郎、来いや。あ、それ、そっちの方がいい、俺そっちの方がいい。そうして、はい、連打、はい、連打。で、こうして、はい、連打。で、来た。で、はい、うぃー。こづいたらいけど、は、あれ、意外と目開いてるで。ああ、起き上がんのかーい。やばい、
何の音、何の音、ちょっと、あシーツ、オッケー、崩れた。これで奴はもう来れないと思ったら戻れんのかい。おいおい、あ、嘘、ちょっと、近い、逃げよう、あ、やばい、崩れる、あ、これ崩れるやつや、崩れて死ぬやつや、急げ、はい、行き止まり、こっちです。は、どうした。防御が成功するとパニック発作を起こします。パニック中は視界がぼやけ、この状態で村人に襲われたら確実に死んでしまいます。直すには精神安定剤が必要です。ちょうどある、え、使う。いや、そんな何かもわからん蓋開いたお薬とかよう飲むな。でもこれで安定したやつ。は、はうの怖いわ。はい、頑張り。ちょ、またおばはん。もう。は、男女平等の割合で出てくる感じ。しゃ、逃げて。さっさ。まださっさ。はい。大丈夫？あれ、行き止まりじゃないこれ。あ、行ける？それ行ける？開けー。うわ。あ、やめてください。やめてください、お姉さん。あ、ごめんなさい。さよならです。バチャン。キュキュッと。うえー。あ。あ。嘘。燃やされた。ちょっと。こっち？あ、どこ？どこ？どこ？あ、取れるやんけ、バカ。は、あ、また来た、発作。あ、さっき飲んだばっかりやのに。うん？ロージー。エミーとロージー、やめて、お父さん。ロージー、ステー。え？Where are you？ やめて、お父さん。Why is this shit？ は？ Another token from that crazy priest。スミスさん。は？お父さん。なんや、結構なんか。俺がやべえやつじゃない、なんか。はっ、よいしょ。で、押して、急げ。ほら、なんか、いや、俺の手の血管やば。もう、俺がなんか、それになり始めてない。はい。のぼて。で、よーし。よし。間に合ったわ。俺の勝ち。ああ、左へ動く？ん？あ、まだ。あ、ちょっと、やめて、危ねえ。まだ逃げ切れてないの、これ。あ、滑り落ちいので。助かりました？ああ、そんなすぐ燃える？やばかった。めっちゃ燃えてる。精神安定剤は？ないね。は、もう、何？あ、またお前。いや、お前一番やばいやつやろ。またかよ。おい。どこ。はい。やめて。なあ、あいつは何？燃えてるですよ、あいつ人は。捕まったら、まあ、死んじゃう。捕まりたくないです。はい。あ、神よ。あ、間に合ってる。おお、後ろで、すごい後ろがすごい。暴れている。何が欲しいかは知らない。ああ、確かに。なんで俺追われてんの。ああ、もうまた普通に人がいっぱいいるところ。抜け出せたっぽいね。 OK。 じゃあ、こっからまたステルス戦が多分続くと思うので、この続きまた次回プレイしていきたいと思います。なかなかやべえところ迷い込んだようでございます。
それではまた。よろしくどうぞ。